はい。皆さんおはようございます。46日間チャレンジ行政手続き法完全制覇の44日目に入らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。えー、気づけば残り3日間ということで、まあ、ちょっと寂しいような気もしますけれども、あと3日間ですね、えー、お付き合いいただければというふうに思います。よろしくお願いします。行政手続き法44条は、 まあ、あまり重要視されないと言いますか、すっ飛ばしてしまう、見て、見たことがないという方も多いぐらいの条文じゃないかなというふうに思います。確かに重要ではないんですけれども、えこの順用規定ということで、今日はね、少し順用ということについてお話をしてみたいなというふうに思います。っていうのも、 行政事件訴訟法だと、この巡用規定ってね、よく問われたりとかしますし、そして行政事件訴訟法の巡用規定についてはですね、とにかく苦手だとか、読みづらい、わからない、嫌いだと、こういうことがですね、<laughs> 言われるところなんですよね。で、だ、だけれども、その、これ理解しといてほしいんですよ。これはわかっといてほしいのが、巡用条文って、我々でも、 一番初見で見るときっていうのは、えー、読むのに時間がかかります。だってそうじゃないですか。事件訴訟法だってね、初めてそのこの条文を見たときに、ああ、取し訴訟の規定がずらーっと並んでんなと。この行政事件訴訟法46箇条あるうち、あ取し訴訟の規定とこんなにあるのか。8条からね、ずーっと見ていくと8条から35条まで取し訴訟の規定がずらーっと並んでるんですよ。で、その後、ちょろっとだけ、 えー、その他広告訴訟とか言ってね、不作為の違法確認訴訟とか、無効確認訴訟とかね、無効等確認訴訟とか、義務付け差し止めとかって、えー、だって、36条から38条までしかないんですよ。36条から38条までしか規定はないと。えー、それしか条文数ないのなんていうふうに思ってみると、38条では、取り消し訴訟の規定でも、 この条文とこの条文とこの条文とこの条文については、その他広告訴訟に準用しますよ。こういうふうに書いてあるわけですよね。法律の条文っていうのは、繰り返し書くことというのは美しくないんですよ。同じことを何回も書くというのは、やっぱり立法としてですね、まあ立法技術としてやらないわけですよね。で、ですから前に書いたようなことで使えるものは、まあ後で使ってしまえと。 すするっって言っちゃえばいいわけですよねでこういうふうにしているということになりますから、何条と何条と何条と何条が順用するって言ったら、この何条と何条と何条と何条をですね、一回ピックアップしてって、であ、そうか、これとこれとこれとこれ,とこれを、 そうか、使うのかっていうのを自分で書き出してみないとわからないし、あとは、あこれこれこういうふうに書いてあるものについてはこうやって読み替えるっていうことで、読み替え規定なんか置かれてるものについてはいちいち立ち戻ってですね、自分で読み替えてみるんですよ。を読み替えてみる作業をするんですね。だから時間かかります。これ、業務やり始めて個別法に当たるようになるとですね、えー、じ自分でこの巡用規定を読めるようになる必要があります。 えー、そういう参考書とかないわけですからね。参考書とかないので、やっぱり条文を読めるように必要が、うん、する必要がありますし、条文は本来的には根気よく、うん、読む必要があるんだということを今の段階でですね、認識しておいていただきたいなということでございます。はい。というところですね。はい。えー、では44条の規定を見ていくことにしましょう。 で、これざっくりまず説明させていただくと、えー、第40条のですね、2項というところでは、えー、意見公募手続きの、行政手続き法のこの意見公募手続きの適用除外の規定が置かれていました。何かと言いますと、えー、各省に置かれている委員会ですね。で、この委員会で規則なんか、まあ、ルールを作ることがあります。で、このルールを作るときに、この行政手続き法のパブリックコメント手続きともう同じような形でですね、えー、まあ、意見をすでに に募集すするることがあるんですね意見を募集した上で、意見を聞いた上で、で、ルールを作るとお。こういう作業に入っているような場合というのは、もう委員会独自でね、そういうことをやっているような場合には、改めて別に行政手続き法に則っ,ってですね、意見公募手続きしなくていいという形で、えー、適用除外にはなっているんですけれども、ただ、その場合であったとしてもですね、例えば、 提出意見がね、そうやってあったと。えー、まあ、その準次対意見公募手続きをやってるわけだからあ、委員会にですね、提出意見があったとしたら、その提出意見というのは十分考慮したりするべきですよね。あるいは、あそうやって意見を聞いた上でですね、えー、定めたと。 お何かしら規則なんかを定めたということであれば、あ昨日やったね、この結果の公示なんていうところで、結果の工事のところではどんな提出意見があって、で、どう考慮したのかっていうのを公示しましょうね、なんていうことを説明しましたよね。こういったことっていうのは、委員会なんかもやるべきだと。適用除外にはしているよ。40条の2項で適用除外にはしているんだけれども、ただし、 42条とかに書いてあった提出意見、意見があったらそれは十分考慮しましょうねとか、あるいは43条で出てきたですね、えー、まあ工事、えー、提出意見があったら提出意見があったということで、それを公示しましょうね。で、考慮したのであればその考慮した結果なんかについてもですね、公示しましょうね。えー、こういったものについては委員会に関してもですね、同じなんですよと。順用しますよ。こういうことがですね、書かれているということになります。 ちょっと条文読みづらいですけどね、見ていくことにしましょう。42条の規定。42条の規定は、この40条2項に該当することにより、命令と制定機関が自ら意見公募手続きを実施しないで命令とを定める場合について、 えー、この42条の規定、順用しますよって言ってます。委員会なんかに関しても42条の規定というのは適用しますよと、こういうふうに言ってます。そして、全条第1項。全条というのは43条ね。43条。えー、意見公募の、この、結果の公示ですよ。公示、えー、結果の公示の1項から3項までの規定というのは、40条第2項に該当することにより命令等制定機関が自ら意見公募手続きを実施しないで命令等を定めた場合について。 で、前条4項の規定は、えー、第40条、第2項に該当することにより、命令と制定機関が自ら意見公募手続きを実施しないで、えー、命令を定めないこととした場合について順用すると。 え、わかりづらいですよね。これだけ読むとわかりづらいというふうに思いますけれども、あの、結果の公示43条の規定を見ると、1項から3項までっていうのは、意見交互手続きを実施して、で、命令等を定めるに至りましたと。命令等を定めるに至ったってしたら、まあ、提出意見があったらですね、その提出意見とかを公示しますよ、ということが書いてあるんですね。そして、4項に関しては、提出意見とかね、こう、いろいろ踏まえて、やっぱりもうね、 その、制定しないと、えー、命令等をですね、制定しないと言ったような場合についての規定が第4項だったので、まあそれを分けて考えているということにはなります。要するに委員会も、 みんなから意見がですね、来て、で、それでやっぱり規則なんか作るのやめた、ルール作るのやめたっていうことがありますから、それはね、やっぱりね、43条の第4項と同様に考えていきましょうね、とこういうことで、えー、書いてあるということになります。この規定はだから素直に読むと、委員会なんかが意見公募手続きの適用除外っていうことになっているんだけど、だけど、42条の規定も使うし、準用するし、 そして43条の1項から3項。そして4項。これらも順用しますよって言ってるだけなんです。OK ですか、えー、この委員会40条2項で、えー、適用除外になっているものについても42条。そして43条の1項から4項まで、えー、全て順用しますよと言っているということになります。 で、一応ね、これ読み替え規定ということになりますけれどもえ、この場合において、第42条中の当該命令等制定期間とあるのは委員会等と読み替えますよ。そうですよね。だってね、これ委員会等のところに使うって言ったら、まあ、今までの42条とか、43条の1項から4項までっていうのは、 命令等制定期間がとか命令等制定期間はっていうふうに書かれているわけですから、それは委員会等というふうに読み替えましょうねと、こういうふうに言っています。そして、もう、もう全部ね、そういう読み替えなんですよ。全条第1項の2号中に命令等の案の公示の日っていうふうにありますけども、これは委員会等が命令等の案について公示に準じた手続きを実施した日、こういうふうに読み替えますし、 そして、えー、して同行第4号中に、えー、意見公募手続きを実施したというふうにあるのは委員会等が意見公募手続きに準じた手続きを実施したと読み替えるものとすると意味が分かっていればそれほど難しくないですねというのももう一度申し上げますけれども、えー、今までの規定というのは命令等制定機関が意見公募手続きを実施するにあたっての手続きルールを43条まで見てきたんです で、この44条のところでは、40条2項で委員会等が意見公募手続きに準じるような手続きを踏んでいるような場合は、じゃあ、この行政手続き法の意見公募手続き踏まなくていいですよって適用除外になっていると。だけれども、ある程度ルールは守ってほしいなということで、42条の規定とか、 43条の結果の工事のところの規定とかは、使いますよと、こういうふうに言っていたわけです。ですから、まあ、使いますよ、順用しますよと言ってますけれども、その場合には、こうやって読み替えて、読んでくださいねと、こういうふうになっているんだということでございます。さあ、ここまでのところよろしかったでしょうか。順用規定ってなんか厄介な感じすると思うんですけど、 そうですね。ちょっと簡単に考えてみるといいかもしれませんね。例えばなんですけれども、まあ、ちょっと例えとしていいかどうかわからないですけども、ちょっと思いつきでですね、ちょっと喋ってみたいなと思いますけれども、例えば、うん、私がランチで行くお店で、で、から唐揚げのねお店、お店なんですけど、唐揚げが食べ放題なんですよ。で、何個でも自由に頼めると。だから唐揚げ20個って言うとね、唐揚げ定食で、 から、えー、揚げが20個乗ったですねランチがですね出てくるということなんですけれどもそこのねお店の看板メニューはから揚げ定食ではあるんですがあ他にもですねアジフライ定食とかですね えー、あとはキフライ定食とかも、一応サブ的にね、えー、あるはあるんです。メインは唐揚げ定食です。で、この唐揚げ定食のところに、頼み方、注文のルールみたいなのが書いてあってですね。で、そのルールには何が書いてあるかというと、えー、45分以内に食べきってくださいと。制限時間ですね。45分時間が制限時間ですと。で、 食べ残した場合には、1個につき300円いただきますと。こういうふうに書いてあるわけですね。食べ残し現金なわけですね。しかも食べ残したら1個300円取られるわけですね。恐怖ですよね。まあなんとか食べなければいけないし、まあ食べれる量を注文してくれと。こういう意図が伝わるわけなんです。で、例えば、唐揚げについてはそうやって書いてあって、じゃあキフライ定食とか、あとは、 えー、アジフライ定食っていうのも一応あるんですけど、それらについてはルール書いてあるのかなっていうと、それらについては、えー、唐揚げ定食のルールを順用するという風うに書いてあったとしましょう。書いてあったとしましょう。えー、その場合というのは、ああ、じゃあ、そうか、アジフライ定食に関しても何枚でも頼めるし、アジフライ何枚も頼むっていうのはきついですけどね。 えー、キフライ定食に関しても何枚でも自由に、えー、まあ何枚というか何個でも自由に頼めると。こういうふうに考えられるわけです。そしてルールを準用すると言ってますから、ルール2つありましたね。45分間に食べきるっていうのと、残したら1個300円取られると。残したら1個300円取られると。これが準用されるというふうに考えるということなんですよね。ああ、なるほどなと。 一個メインのものでルール作ってるから、後のものについては、たらいまわしにルール使いますよって言ってるだけだな。これが重要ですよね。で、ただし、ただしですけれども、アジフライの場合とかって、唐揚げよりも単価が高いんじゃないかと思いますよね。で、そう考えると、さっき残したら一個300円。まあ、一個300円も高いけどね。で、一個300円っていう風にしてたのは、アジフライについてはもしかしたら、 一枚五百円かもしれないですよね。そしたら、えー、これ読み替え規定というのを置くわけですよ。えー、唐揚げ定食の規定を順用しますと。ただし、このアジフライ定食に関しては、 えー、先ほど1個300円というふうに書いていたものを1枚500円というふうに読み替えるなんていうふうにですね、えー、書いておくと、そうすると、おまあ、ルールがですね、よくわかると。まあ、ちょっと例としていいかどうかわかりませんけれども、巡、え、用、ー、条文っていうのはこういうものなんですね。メインとしてルールがー規定されていて、まあ、今回は唐揚げ定食でした。それに対してサブ的なものとしてですね、まあなんか味フライ定食とか、 あ,あるいは柿フライ定食とかね、えー、なんかもう油物ばっかりでですね、ちょっとうんざりしてきましたけれども、そういうのがあった場合には、そうやって、じゃあこの規定を、このルールをですね、使っちゃいましょうねと。 で、もし、ちょっと変えて読みたいと。うん、確かにね、唐揚げは1個って数えるけど、アジフライは1枚って数えるから、やっぱそういう場合には読み替え規定を置かないとおかしいですよね。日本語として通用しないんですよね。だから、まあ、しかも金額も変えるということであれば、そういうのは読み替え規定を置いて、読み替えてもらうんだということになります。はい。ということで、よろしいでしょうか。順用規定というのはちょっと時間かかるんだけれども、丁寧に読んでみてくださいねと。 先ほどね、少し、行政事件訴訟法の話もしましたけれども、事件訴訟法46箇条をですね、パーっと見ながら、ああ、そうか、8条から35条まで取り消し訴訟の規定がずらーっと並んでるから、じゃあ、他の広告訴訟だったりとか、あるいは当事者訴訟だったり、機関訴訟、民衆訴訟というのは、その前のですね、規定を、そうやって取り消し訴訟の規定なんかを順用していくんだな、そんな風にですね、理解していただければ、 割と読みやすいんじゃないかなというふうに思います。はい、えー。じゃあ今日はここまでということにさせていただきたいと思います。皆さんお疲れ様でした。